はい、どうもあれです。乃木坂にちゃんまるさんがいないことが衝撃的すぎました。いや、まずあれ女の子しか入れないでしょ。この衝撃をどうにかしたいので、今からでも目指してください。もう丸坂46に改名かな。皆さんスーパー戦隊って知ってると思うんですけど、前回じゃもうついに最終回で終わりましたね。最終回めちゃくちゃ意味わからなかったけどね。だって黒幕との最終決戦の勝敗をじゃんけんで決めてるからね。もう意味わかんないよね。ビアピースもさすがにびっくりだよ。うるせえ。で、次に放送されるスーパー戦隊の名前は、コマ太郎戦隊ドンブラザーズって言うんですけど、スーパー戦隊らしくないタイトルだよね。なんだよ、ドンブラザーズって。ドンブリのスーパー戦隊かな？コマ太郎戦隊ドンブリーズ。いや、本当にドンブリのスーパー戦隊あるんかい？なんでもありじゃん。どんなヒーローだよ。絶対これドンブラザーズでしょ。だって見たことないもん。まだ始まってないのに公式もネタにしてるじゃん。大丈夫か、新しいスーパー戦隊。まあ、キャストの人たちが明るくて良さそうだからね。まあ、大丈夫でしょ。あと今回面白いのが、変身する人の職業がめちゃくちゃバグってるらしいんですよ。風流人、会社員、逃亡者、女子高生。ちなみにこの女子高生なんですけど、すごいのが現役高校生なんですよね。もう現役高校生でなら見るしかないでしょ。なんかいた俺。で、気になる主人公の職業はね、なんだと思います？なんと配達員らしいんですよ。これどういう集まりだよ。で、今回のアバタロー戦隊ドンブラザーズは、桃太郎がモチーフなんで、もちろん桃太郎、猿、犬、雉、鬼がいるんですよね。なんで味方に鬼がいるんだよ。桃太郎なのに味方に鬼がいる時点で、もう面白いよね。で、ちなみに他にも見どころがあって、犬ブラザーは、担当身の全長100センチで、キジブラザーは、初の男性ピンクで、全長220センチなんですよね。もう二人とも絶対寝た枠じゃん。ちなみに変身して、横に並んでみるとこんな感じ。絶対敵の方がかっこいいでしょ、これ。まあ、敵がかっこいいってことは、さすがにないと思うけどね。だって敵がかっこよかったら、敵の方を応援しちゃうもんね。謎の存在ノート。かっこよすぎだろ。